臨時災害ですと100ワットで、市民に告知するというような形のものが認められてきまして、ただし災害 FM は行政が立ち上げる、設置者は石巻市になって、その市の放送というような形の業務を 100% その石巻コミュニティ FM によこしていただいて、我々が代わりにやっているということです。なぜ生かっていうと、やはり生だとやっぱりその関連の情報がどんどんその皆さんが寄せられる、その場で伝えられるっていうその良さがあるんですから、だから午前2時間、午後5時間というあえて生を枠を作ったわけですけれども、なんか私個人的にすごく頼りにされてるんじゃないかなという気がするので、これはやっぱり逆に言うと私たちもそのこれをきっかけにもっともっとこう市民にこう親しまれる、逆に言うと番組作りとかで応援の番組作りとか、そういうのをしていかなくちゃいけないのかなと思ってますけど、ね、やっぱり石巻っていうのは少し元気が出てきたなっていうのを電波を通じて皆さんに知ってもらえれば嬉しいなと思ってますけれどもね。東北の人聞いてもらってるのは今サイマルラジオですか、それで聞かれてますね。その防災意識をまず市民の皆さんがラジオを通して勉強してほしいという、そういうの一つまず第一にありますよね、震災以降に関しては。だから日頃からそれを聞いていただくということで、初めて防災やっても聞いてもらえるという形ですので、聞いてもらえると面白くなったんだ。基本的にはもう市民の方に俺たちのラジオだよと言ってもらえるにはどうするかということを第一に考えて、そのイベントの情報提供でも来ていただいて、でアナウンサーと対談しながら、こういうことをいつどこでやるんだよという、例えば新聞とかあれですと、こういうイベントがありましたって後の情報ですよね。うちの方はこれからこういうのやるよというふうな情報にちょっとしようかなという考えとかですね、こういうイベントを今日やるんだけどもということで言うと、ラジオ聞いてきたよっていう方が結構多いというので、これが非常に主催者からいやありがとうございましたという話が、これはありますね。何かがあったらとにかくラジオ石巻にダイヤルを合わせていただきたいということがまず第一だと思いますし、あと普段、市民の皆さんの身近な情報をお伝えしておりますので、その身近な情報を有効にラジオを聞いて活用していただければいいと思います。皆さんにきめ細かな情報を今後とも届けていきますので、ぜひラジオ石巻、そばに置いて